ここが赤き谷、何かの遺跡なのね。まあいいわ。先生、始めましょう。盗賊団は谷の奥へ追い込まれているはず。キュウソに噛みつかれないようにしなくてはね。クソ、騎士団の奴らか。こんなところまで追ってきやがって。お頭、もう逃げましょうよ。奴ら相手に勝てっこないですよ。バカ野郎、今さらどこへ逃げるってんだ。死ぬのが怖くて盗賊やってられるかよ。先生、西側に裏道があると聞いたわよね。西と正面二手に分かれてはどう。うまく進軍できれば敵を強撃できるわ。どうするかはあなたに任せるけれど、何にしろまずは橋を渡らないと。私の力見せてあげる。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。焦らず戦おう。先生、奇襲有利思います。舞台に上がるより緊張するわね。行きますか。ありがとうございます。少し心が痛まないでもないけれど、必要な犠牲よ。
大きなるものの力、見たか。大事をなす、そのための一歩だ。やはり盗賊風情、名家たる私の敵ではないな。さあ、ありがたい。寝てた方がよく育つんじゃない？Yeah.
私は強くなるわ。せっか。予想通りの結果ね。私、遅れ取りません。人、獣変わりません。沈める心、そして撃ちます。フォン・エーギル。ほっ、いい働きね。このお宝は俺たちが手に入れたもんだ。騎士団の連中なんかに渡してたまるかよ。頭脳戦と行こう。
ご苦労様でした。エーデルガルト様のためにも掃除しておきましょう。私に挑んだのが間違いだったな。どうかしら。
前進かしら。よし、今だ。貴殿の力見それていましたよ。実現させるのも教団の指導の一環なのかしら。
私奮起します。通りの結果ね。全て理解したわ。
焦らず戦おう。てめえはまさかこの間の傭兵か。騎士団の連中と手を組んでやがったとはな。ぶっ殺してやる。生意気なガキどもと一緒にな。備えてよ。よく育つんじゃない？騎士団じゃなくガキをぶつけてくるた。なめられたもんだな。タッ！あんな奴の口車に乗ったのが間違いだった。うはっ。経験して成長するんですね。四季お疲れ様。同じ相手に負けるはずもなかったわね、先生。それにしてもこの谷、奇妙ね。この地に懐かしさを覚えるのは何故かの。着物小さいやつじゃの。わしが話しかけるたびに驚いておるではないか。まったく、戦いが終わったからといって気を抜きすぎではないか。まあよい。今はそれよりもこの谷じゃ。わしの知る限り、お主がここを訪れたことはないがの。この谷にか？一度来たら忘れられそうにない場所じゃが。やはり、わからぬな。名前以外のことは。さっぱり思い出せぬ。ただ懐かしさの中に多くの感情がよみがえる。喜び、悲しみ、苦しみ、慈しみ。もしわしがここにいたというのなら、わしは何をしておったのじゃろうな。先生、
こんなところにいたのね。そろそろ大修道院に戻りましょう。行かねばならぬな。ま、いずれ思い出すこともあろう。さて、お主には感謝せねばなるまい。谷に入った盗人を打ち果たしたのじゃ。知らぬわ。ただそうせねばならぬ気がしただけじゃ。それはともかく、お主そろそろわしが話すのになれよ。その度に驚いて転ばれても困るわ。何、転んでおらぬと？そのようなことを分かっておる。先生、帰り際に赤き谷を眺めていたけれど、やっぱりあなたも不思議に思った。あら、私の勘違いだったかしら。少し残念ね。あの谷には多くの遺跡があったけれど、いずれもが奇妙なものだった。帝国のいずれの時代の文化とも違う建築様式で作られていたわ。もちろん王国や同盟領の独自の文化とも異なる。つまり谷は帝国成立以前の、気が遠くなるほど太古に存在し、そして滅んだ。先生はあの谷に一体何が住んでいたと思う？人間ではないかもしれないわね。そして彼らの残滓はこの世界に未だ影響を与えているのかもしれない。無事盗賊を討伐できたようですね。彼らの魂が救われることを祈ります。しかし彼らがなぜ生徒たちを狙ったのか、背後にあるものを調べねばなりません。あなたは生徒たちが無用な心配をしなくて済むように支えとなってあげてください。ええ、あなたには期待していますからね。ところでザナドの様子はどうでしたか？あの谷は太古の昔、女神が降臨された地であるという伝承があるのですよ。天上におられる女神にとって地上での仮の住まいがザナドだったのでしょう。かつて聖者セイロスは天上の女神より神ごとを賜り、迷える人々を導きました。女神は常に天上に住まい、ホドラを見守っていてくださるのです。ですが古の時代、女神は自ら地上に降り立ち、人々を救済したといいます。全ての聖あるものの母として、全ての心あるものの支えとして。そうですか。教鞭を取るうちにあなたがセイロス教の敬虔な信徒となってくれることを願います。大司教、少しよろしいですか？盗賊の件でお耳に入れたいことが。わかりました。話の続きはまた次の機会に。女神とな、当たり前じゃが、わしは会うた記憶はないの。しかしどうにも気になる。知っておるような、おらぬような。ひょっとしたらわしは女神と共にザナドに住んでおったのかもしれぬ。そうすると今のわしは何なのじゃ？幽霊か？そのようなわけがあるか、アホめ。わしは死んでなどおらぬ。こうしてお主と共にあるではないか。それとも何じゃ？わしは心残りのせいで天に登れず、お主について地上をさまよっておると。
わしがそのように虚しい存在のはずはない。わしは白雲の章、果敢の説、夢中の反乱。アドラステアの南の海から暖かい風が吹きつけるようになると、フォドラの人々は雨季の到来を知る。激しい雨に打たれて傷んでしまう前に、娘たちは急いで白いバラで果敢を編み、思い人や親しい間柄の者に贈るのである。あなたの学級にまたお願いしたいことができました。実はロナート卿が我ら聖教会に対して兵を挙げたとの知らせが入ってな。ロナート卿は王国の少領主です。かねてから教団に敵意を示していました。すでにセールス騎士団の先遣隊が彼の本拠ガスパール城に向かっている。ロナート卿の兵力はわずかなものだ。すぐに鎮圧されるだろう。あなたたちはゴズメの騎士と共に事後処理を手伝ってもらえますか。とはいえ戦場では何が起こるかわからない。万一のため装備は整えておくことだ。失礼します。レア様、私をお呼びだとか。彼女が同行する騎士を率いるカトリーヌです。よろしくな。あんたの噂は聞いてるよ。何かあったら私らを頼ってくれ。彼女はセイロス騎士団屈指の勇士ですが、他の騎士たちも精鋭が揃っています。この課題で主に刃を向ける愚かしさを生徒たちも学ぶことができるでしょう。ありがとうございます。